世界の子どもが手を結び平和な世界を築き上げようと、国際平和年を記念した横浜子ども平和フェスティバルが11月16日横浜の新都市ホールで開かれました。フェスティバル実行委員会などの挨拶の後、市内の小中高校生から募集した平和を訴える作文、絵画、歌の入賞者を表彰しました。入賞作品は応募総数5万4000点の中から選ばれたものです。会場では市内の中学生によるジャズバンドの演奏やフィリピンの子どもたちのバンブーダンスなどが行われました。私たち横浜の子どもは平和の願いを国際平和年だけに。続いて国連のデクエアル事務総長に宛てた子ども平和メッセージを発表。平和に輝く素晴らしい星となるよう努力し続けます。11月17日から国連へ向かう子ども平和大使14名の活躍が期待されます。